ウジェラング干渉ウジェラング干渉は30の小島からなる太平洋上の干渉である。そのうち最も大きな島の名称もウジェラング島であり、エイムンラップ、カロ、ダイス島それよりやや小さい。国際法上はウジェラング干渉はマーシャル諸島のラリック列島に属する。小島を合わせてた陸地の面積は1.7平方キロメートルであるが、 干渉の領域面積は65平方キロメートルにもなる。ウジェラング干渉は1980年以降は無人島である。ここは1880年以降はドイツの貿易会社の私有財産であり、最大の島であるウジェラング島でコプラの農園を営んでいた。1935年の島の人口は40人であった。1947年にこの島は、 エニウェトク干渉の住民の移住先に選定された。ウジェラング干渉の人口は、1947年の147人から1973年の342人に増加したが、魚や野菜の乏しい収穫により、特に1950年代には基金に近い状態と伝染病が発生した。エニウェトク干渉の放射能状況が完了した後、 1980年に干渉のすべての住民はエニウェトク干渉に戻った。しかしエニウェトクは戻ったすべての住民を養うことができなかったため、100人以上の住民はまたウジェラングに短期的に戻ってきたが、1989年にはウジェラングは無人島になった。現在は訪れる人も少なく、 島に残った先のドイツ企業のコプラの応援事務所が過ぎ去った過去を思い起こさせるのみである。ありがとうございます。